チャーリー・ハースはアメリカ合衆国のプロレスラー。テキサス州ヒューストン出身。レスリングの経験からサブミッションを得意としている。大学ではレスリング部の首相を務め、レスリングの全米代表に選出されたこともある。一方、学業では経済学と経営学の学位を取得している。1995年にプロレスラーとしてデビュー。弟のラス・ハースとのタッグチーム。 ハースブラザーズで活動し、CZW など数々の団体でタッグ王座を獲得した。2000年に、兄弟ともに WWE と契約し、下部組織、オベに所属。2001年に、ラスが心臓病で死去してからは、ラス・チャーリー・ハースのリングネームを用いた。2002年12月26日、WWE のスマックダウンにデビュー。リングネームを本名に戻し、 シェルトン・ベンジャミンと共にカート・アングルが率いるチームアングルの一員として登場。主にロス・ゲレロス、タジリ・アンド、エディ・ゲレロとの交想で名勝負を連発し、順調に名を上げていった。チームアングルでの活動後、ベビーターンしたカート・アングルとたもを分かち、ベンジャミンとザ・ワールド、グレーテストタックチームの文字が入ったを結成。WWE タッグ王座を獲得し、 防衛を重ねたクオーザ戦線の主力として活躍した。ドラフトによるシェルトン・ベンジャミンの RAW 遺跡決定により WGTT は解散。その後はシングル路線を歩むと思われたが、リコ、ミス・ジャッキーとチームを組むこととなる。当初、色仕掛けを繰り返すゲーギミックであったリコを露骨に避けていたが、試合を重ねるごとに信頼を築く。リコとのコンビでは、 WWE タッグ王座を再び獲得している。2004年にリコが解雇されてからはミス・ジャッキー、ドーン・マリーにアプローチをされるキャラクターでストーリーが展開された。2005年6月10日、ジャッキーと実生活において結婚するが、同年7月6日、彼女と共に WWE を解雇された。解雇後はニュージャージー州のジャポに参戦し、 イギリスの団体へもたびたび登場。同年10月8日には、新日本プロレスの東京ドーム大会に、マークジンドラックとのタッグで出場。WWE 工業での来日経験はあるが、日本のプロレス団体のリングへは、これが初登場であった。2006年1月、WWE と再契約、RAW のダークマッチやカブ番組のヒートに、 登場後、同年4月17日の RAW において、旧友シェルトン・ベンジャミンとの対戦に勝利し、番組復帰を果たした。2006年5月、ジョニー・ナイトロとの試合で勢いよく、リングインした後、ロープワークの際にリングサイド上にいたリリアン・ガルシアを、ロープで押し出す形となり、リリアンは床に転落。救急班に連れられ退場した。これが、本当の事故か アングル上のものなのかは不明だが、この出来事は、次週の RAW において、ストーリー化される。リリアンは、ハースの謝罪を受け入れたもの、アングル上彼女の元恋人であるビセラは激怒し、ハースを暴行。以降、二人の抗争が続いていたが、結局、知り切れトンボに終わっている。WGTT 後期2006年後期、シェルトン・ベンジャミンと WGTT を再結成。 クライムタイムやハーディボーイズとの交想を開始する。この時期に二人で入場する際の演出を増やし、ハースがノースリーブのパーカーをかぶって入場。ベンジャミンは胸を裸けたジャケットにサングラス姿で入場と別々の格好ながらも同色のもので揃えることでチームとしても個人としてもアピールを強め、過去の WGTT と異なった印象を与えた。2007年11月に ベンジャミンが ECW に移籍したため、またもタッグチームは解消。その後十分な役割も与えられずストーリーラインから、外れたが、2008年8月から、モノマネギミックとなり、カリーとジョンシナ、JBL、ジムロス、グレート・カリラの変装とモノマネでファンを大いに沸かせた。JBL や、ジムロス、ミスター・パーフェクトなどに変装した時には大歓声を浴びたが、 シナに噴した際には逆にブーイングを浴びた。また、グレーとカリのモノマネをした際には本人に襲撃されるという一幕があった。これによりスラミー賞のモノマネ賞を獲得している。2009年の追加ドラフトにより、スマックダウンへ移籍。移籍後はヒールターンし、かつてのパートナーのシェルトン・ベンジャミンと組み、ジョン・ムリソンと交渉を開始するが、またも、ベンジャミンの ECW 移籍が決まり、 ストーリーラインから外れる。その後は、ジョバーとしての役回りが多くなり、2010年2月28日に、WWE を解雇された。2010年、全日本プロレスに参戦。ブーーマーダーズのメンバーの一員として活動。また、WWC、ローにスポット参戦し、後に、ローと契約し、所属となる。名優ベンジャミンと WGTT を再結成して、 ロー世界タク王座を獲得し、1年間防衛する活躍を見せた。以降、ローで活動する傍らジャッポや NWA 加盟団体、新日本プロレスのアメリカ工業などに参戦。2011年5月14日には、ニューヨーク州バスケットボールシティニューヨークで、棚橋博士が保持する IWGP ヘビー級ベルトに挑戦し、18分50秒。 ハイフライフローからの硬い美固めで破れる。2012年5月12日には、ベンジャミンとのタッグで、ロー世界タッグ王座を再び退官。王座陥落後はタッグを解消して、シングルで活動していたが、2013年3月30日、ローウオーにて、ジェフルイスニールと対戦し、勝利するが、直後のマイクパフォーマンスで、突然の引退発表を行った。しかし、 8月17日に NWA 加盟団体でアルバウにて復帰を果たし、ジャックス・デインと対戦して復帰後の第1戦目を勝利で飾った。ハース・オブ・ペイン WWE タッグ王座、ロー世界タッグ王座、ありがとうございます。